皆さんこんにちは。いよいよ予約が開始された。新型 iPhone。皆さんは予約しましたか？世間では、5G 積んでない。カメラの工場だけ。タピオカメラ、だ、さ、とか散々ですが、このチャンネルに来られた方は、これですよね。タピオカより浸透してない？こんな時計見つけた。職人さんによる手作りです。何これ、Apple Watch より欲しいんだが、気になる方は自分でググってね。お仕事中で出遅れた。旬を逃すなんて、配信者失格だな。ケースは本体より先に届くみたいだな。本体の到着が9月27日から10月2日、最長で12日間、ケース眺めるだけ？ケースだけレビュー配信するわ。では、今まで、クリアケース以外は試してきたので、参考にしてね。ちなみに私はシリコンにしましたよ。滑らないので、手に持った時の安心感が半端ない。ただし、ホコリの付着も半端ない。では、レザーフォリオです。手帳型ケースですね。蓋の開閉で、スリープ、オン、オフができるから、便利かなと思ったけど。とにかく蓋が邪魔。カメラあんまり使わない、ナビ使わない人は問題ないですよ。そして、失敗を生かしてレザーケースにしましたが、表面がツルツルで滑りやすいです。買い替える理由は、ズバリ、配信者向けカメラだからです。画質の向上だけじゃ買い替える必要なかったけど、フィルミックプロというアプリを使えば、3つのカメラとインカメラ、同時に撮影できるのです。例えば、料理と食レポの同時撮影、とか、景色と自撮り、同時撮影とか、ドライブ動画で前後の景色を同時撮影など、カメラが2台必要なところ、iPhone 1台で済むわけですね。ナイトモードもついたから、夜間撮影にも活躍しそうですね。今後、いろんな撮影方法が出てくる気がします。さてさて、今回、初めて iPhone に Pro という冠がつきましたが、だったらシンプルに、iPhone Pro でよくね、iPhone 11 Pro Max って、iPhone 11 Pro 待ってる。11番目の愛人がお風呂で待ってるみたいやん。ご視聴ありがとうございました。